こんにちはドイツのパイロットウォッチ専門の中恵天です今日はですねまた「ぎなん」の宣伝をし,してみたいと思いますなぜかというとぎなんって時計業界ではまた全然無名なのにすごい人気があるんですねでそのなんで人気があるかっていうことなんですけどもあのー、ね全然無名なのにあのインターネットの時計フォーラムの中で まあ、ギナーに関するスレッドっていうのはすごくたくさんあるんですね。で、やっぱりそれはまあ、性能が高いということだけではなくて、やっぱりそのヘルムートジンという人物があの時計哲学の結晶としてまあ、このように残した。次男時計ですね。まあ、こういったその男のロマンみたいなところがあるんじゃないかなと僕は思っています。まあ、性能的にはね。自動巻き、クロノグラフで非常にまあ。 えー、飛行機が旋回時に起きる G に強いとかあとはもう防水とか、えー、そういった、まあ、あと胎児とか胎 G 胎 G、それから、えー、防水そういうものも備わっていてで他メーカーのお,およそ半分から3分の1で買えるという適正価格この辺が魅力なんじゃないかなと思いますで証拠として、えー、インターネットの時計フォーラムの中で疑難のスレッドがたくさんあると、えー、そういったことを が、まあ、理由じゃなないかなと思うんですねで、まあ、個人的にもこ,のこういった見やすいデザインですね。j、まあ、ジンさんは「俺は見や,す見やすい時計を作っている」と「この見やすく使いやすい」っていうことこそがかっこいいんだと言ってましたので僕はねやっぱこれすげえかっこいいと思うんですよ。ということで、えー、ちょっと疑難の「えー、無名なのになぜ人気が高いのか」っていうことをお話しさせていただきました。よろしくお願いします。